そうね、まだまだ勉強中というか、もう本当に一生懸命駆け足で勉強しても全然追いつかないなって思うくらい奥深いなっていうふうに思っていて、でだから今何か日本文化についてこれって一言で言おうと思うとすごい難しいなって思っているのが一つ。ただ一番まあ茶道のことが中心になっちゃうのかもしれないんだけど、すべてのなんかこうなんか人間の生活の営みに自然につながっていく教えがいっぱいあるなっていうふうに思っているのと、やっぱりこう人間が人間らしくありのままにこう自然と共にいたりとか、相手を思いやったりとか、人間との関係をなんかこううまくしていくためのなんかこうデザインのエッセンスみたいなものが日本文化にはすごい詰まっていて、なんかデザインって本当に産業革命以降その割と、まあ、近代のものみたいな意識があるんだけど、やっぱ日本文化の中には、まあ、日本人の意識の中かなには、やっぱそのデザインするっていう概念が本当に昔からあって、でそれがを美しくこう生活を彩ったりとか、人との関係をうまくいくようにしたりとか、なんか本当にデザイナーがいっぱいいたんだなっていうふうに、今の言葉で言えばデザインだろうなって思うことがいっぱいあって、すごく勉強になるなっていうのがこう日本文化かな。やっぱり岐阜って川があって、長良川って川があるんだけど、その川の近くで育ったんですね。で山もあって、でなんかその川っていうもの、まあひいては水なんだけど、水っていうものにすごくこう日本的な感覚みたいなものをやっぱり無意識に感じていて、で卒業制作の時も水だったし、修士の大学院の時も水っていうのをテーマにして、博士論文も水っていうのをテーマにしたんだけど、やっぱその水っていう日本的な水っていうものが、やっぱどこかそのいろんな精神性、日本文化の精神性みたいなのをすごい作っているんじゃないかみたいなところを漠然と感じていたんですね。だからそれが多分岐阜のその風土性みたいなところを学んで、で京都に来たらやっぱりもちろん鴨川とか自然の水もあるし、宗教的な水もいっぱいあるし、なんかそのすごい湿気も多いし、なんかそういうこうなんかこう言葉にできないこう湿った、湿ったってところは良くないかもしれないけど、なんかこう水がつながっている、なんかこうつながりみたいなものもすごく日光が心地よかったんですね。そういうのが多分きっと、まあ、県1回見に狂言見に来た時とか、あと京都芸大にいた時とか、なんか自分の肌に合ってるなっていうふうにはすごく思ったのかなと思います。例えばぐるぐる茶だとバター茶なのね。でバターを塩をたくさん入れるんだけど、やっぱこう山、チベットの山はもう本当に寒くて乾いていて、で食物も乏しいから、で油があんまり摂取できないのね。だからやっぱその焼くとか牛とかそういうチーズってか、そのバターを作って、そのバターをこうお茶か塩分も取りにくいのね。だからそういうものをバター茶で毎日ちょっとずつ飲むっていうことで、こうやっぱ健康を保つっていう、まあそういうことが、まあ生活の知恵としてお茶のなんか日お茶はすごい日常的な飲み物だと思うんだけど、そういうものに含まれている場合もあれば、なんか茶道みたいにすごい形式化されちゃって日本生活と離れちゃっているものがあったりとか。で、こう、なんかヨーロッパに行くと、例えばアフタヌーンティーとか、また違った、なんかこう、文化の、お茶文化が、なってるよね。でもそれも、でも、辿っていくと、例えば、紅茶も、日本茶も、抹茶も、一本のお茶の木から始まっていたりとか、でもそれには、やっぱりヨーロッパのその経済とか、その貿易の流れとか、そういうことも関わっていたりとか、なんか、一つお茶のことをきっかけに、なんか知ろうとすると、なんかいろんなことに出会える。で、それってやっぱり、欠かすものができない。今本当にペットボトルでみんなお茶ペって飲んじゃうけど、でもそれも一つまた新しいお茶の形だし、なんか、どこまで行ってもなんか人間となんかお茶って関わりがあって、
なんかそういうなんかいろんなことを教えてくれるものだなというふうに思うのと、でやっぱお茶のこういう時間、やっぱちょっとお茶飲むともう単純に本当にリラックスできるし、なんかゼミとか授業とかでも割とお茶とお菓子を欠かさないというか、そうするとお茶を本当に飲むだけでもなんとなくリラックスできるし、そこから、あ、この子はコーヒーが飲めないんだとか、なんかこう日本茶が好きなんだとか、なんかそこから見えてくる、その子の性格であったり生活とか、いろんなものもやっぱお茶を通して見えてくる。なんかそうやってこう人ってこう関わりを深めていったりとか、で相手のことを知ることで、それがまたデザインにつながっていったりとか、なんかそういうツールみたいなものにちょっとなっているかなと思います。なんか本当にそうやって一つ何かを自分の、水でもそうだし、お茶でもそうだし、そういうものを持つと、そこからなんか、きっかけとなって教えてくれることが本当に増えていくから、それはなんかみんなも思ってるとすごいいいことかなっていうふうに思います。学生の時に、やっぱこう絵はすごい好きだから描くんだけど、でもファインアートのその美術科のお友達とかと比べると、やっぱりその美術家の子たちって書くことに何の抵抗もないというか、書かないと息できないんじゃないかっていう人たちが多いと思った。あ、それって才能があるってそういうことだなと思って、だからそこが決定的に違う。だから私は別に書いてなくても大丈夫だし、どっちかというと誰かのために何かを考える方が自分は好きだって思った。だけどそうじゃない人たちが圧倒的に周りにいっぱいいて、ああ、かなわないって思ったのね。だからその人たちがやってる世界には私は行っちゃダメだっていうふうに そこは思ったかな。だから本当に今でも作家やってるお友達とか学生さんでも絵を描き続けたり作品作り続けたりする人はすごいなって本当に思う。やっぱ続けられないっていうか、だから誰かに求められないとやっぱなんかできないみたいなところはデザインはあるかな。それがまあ喜びでもあるんだけどね。今の子はみんな、そうね、どうかな、やっぱ学年によっても違うし、私も15、6年、5年ぐらいになるのかな、やっぱりその世代によっても違うし、もう一人一人違うし、なんかこう、ひとまとめで言うのはなかなか難しいんだけど、でもみんな、なんかすごく最近は真面目だなというふうに、言うことを聞くなって思いますね。なんか自分が学生の頃は全然言うこと聞かない人たちばっかり周りにいたから、そういう意味でみんな言われたことはちゃんとやるいい子たちが多いなと思うけど、一方でなんかもうちょっとこうはちゃけていろんなことやってくれてもいいのになっていうような気持ちもちょっとあるかな。そうかな。みんな優しい、すごい優しいかな。なんか友達同士がすごい仲良しやなと思う。私が学生の時は割となんかギスギスはしてないんだけど、なんかやっぱライバル心みたいな感じでこう負けちゃいけないみたいな、すごい、性格もあるんだけど、そういうのがあったけど、みんな今の子はなんかみんなうまくやろうっていうか、みんな仲良くこうなんか助け合うじゃないけど、なんかこう仲がいいな、そんなこう相手を自分がどうしてやろうっていうのはあんまりないのかなっていう感じがしますね。それがいいのか悪いのかは、まあそれぞれの世代かなって思います。自分の研究もそうだし、学生ともいろんなところに出かけて、なんか外でいろいろ体験したり感じたり、なんかこういろんなもの見つけたり、なんかそういう時間が持てるような、まあ学校の仕事のあり方だったり、まあ、自分の研究であったり、ができたらいいなとちょっと思ってます。割と何にでもやっぱ興味があって好奇心があるから、あんまりこだわってはいないというか、それとなんかこう風が吹いてくるっていうか、なんとなくこう自分の気になることに対してなんかこう向こうからやってきてくれるようなところがあるから、それをピチッと掴んで、なんかその時いけるような感じにはしたいなとは思っている。私その紅茶でもティーパックを何種類か混ぜてブレンドにしたりとかするのね。なんかそれは美味しいという評判があって、だからポンと出されるこうものじゃなくて、お茶ってやっぱりこう入れている時間がすごくかかるのね。
で飲むのも一気にも飲むこともあるし、ゆっくりそのお茶を時間を楽しむこともあるから、なんか食べるっていうのは、ある食べたり飲んだりするっていうのは、やっぱその時間をこうある程度時間を共有するっていうことだと思うから、なんかそういう共有すること、食べるっていうことも飲むっていうことも、そう共有するってことがすごく自分の中で大事にしていることかな。だからゼミとかでも本当にお茶飲んでお菓子食べてから始めるっていうのは、まあそういうまず時間を共有してっていうのがあるからかな。